はい、おはようございます。1点あります。H2A ロケット24号機による第1、2号の打ち上げについてであります。明日5月24日12時5分に H2A ロケット24号機により陸域観測技術衛星2号、第1、2号が種子島宇宙センターから打ち上げられる予定であります。第1、2号は東日本大震災の被害状況の把握に貢献した第1の後継機であり、分析 分解能を約10倍、今まで10メートル単位のところを今度1メートル単位に向上させるということと、それから1日2回、今まで1回であったところを2回の頻度で、昼夜を問わず、また天候によらず、雨の日でも、また暗い状況であってもですね、陸域、海域の観測が可能となる先進的な衛星であります。文科省としては、第1、2号の打ち上げ運用を通じて、大規模災害等の広域かつ迅速な状況の把握を行うとともに、防災関係府省や地方自治体等への観測データを提供し、国内外の防災減災対策に貢献してまいりたいと考えております。以上です。幹事からは最初にお願いします。利権のスタック細胞の分についてお伺いします。内部の情報提供で新たな画像の問題が出てきています。これはネイチャー論文2本のうちの研究生が認定された論文ではない方の論文の写真が対象となっています。利権の対応を含めて大臣の説明方をお願いいたします。はい、まあ、そのような報道があることは承知をしております。でスタッフ細胞の論文に関する事実関係については、利権において、情報の取り扱いを適切に検討の上、同研究所の規定等に基づき適正に対応されるべきものと考えます。文科省としては引き続き、利権に対して、研究不正が再び起こることがないよう、研究不正に関し実効性のある再発防止策の策定を求めてまいりたいと思います。各社どうぞ。はい、共同通信の黒田です。はい、先日沖縄県教育が駆け込みの教科書採択を巡って、共同採択の見直しを決めましたけれども、そのことについて大臣にお願いします。はい、そのことを受けてですね、昨日前川局長のところに沖縄県の教育委員会委員長が報告に来ました。でこの採択地区の設定は、地域の自然的文化的経済的諸条件や、教科書の調査研究体制の有無等を考慮して行うべきものでありまして、今回の沖縄県における採択地区の変更は法の趣旨を十分に踏まえたものとは言い難く遺憾であるというふうに思います。しかし法律上の権限を有する沖縄県教育委員会の判断ということでありますから、今回違法性はないわけでありまして、文科省としてはそれを受け止めざるを得ないというところであります。で今回の採択地区の変更について、昨日初等中等教育局長から、沖縄県の教育長に対して、一つは今後竹富町において十分な調査研究に基づく適切な採択が行われているかなどについて丁寧にフォローアップすべきこと、またフォローアップの結果不適切な実態がある場合は竹富町の八重山採択地区への復帰も検討すべきことについて指導をしたところであります。これに対し沖縄県の教育長からは指導を真摯に受け止め、
竹富町における教科書採択についてしっかりとフォローアップする旨の回答があったとの報告を受けております。文科省としては今後の沖縄県教育委員会や竹富町教育委員会の取り組みを注視していきたいと思います。続いて教員の方は竹富町が、現場の教員と教員 OB という地元にいる有識者の手を借りて、教科書の調査研究は十分可能だというふうに言っているんですが、その主張というかその考え方についてもし現時点で受け取りがあります。はいはい、ご指摘のように、沖縄県教委からですね、竹富町における教科書の調査研究体制について、一つは退職教職員や学識経験者等の協力を得て充実した調査研究体制を構築をする、二つ目に、県教委としても各採択地区に提供する選定資料の一層の充実を図ると、3つ目に沖縄県八重山教育事務所に教科書採択にかかる調査研究を支援する担当者を配置する等の対応を取るとの報告があったというふうに聞いています。しかし竹富町において実際に十分な調査研究に基づく適切な教科書採択が行えるかどうかについて懸念をやはりされるところでもあります。このため昨日初等中等教育局長から竹富町において十分な調査研究に基づく適切な採択が行えているかなどについて丁寧にフォローアップすべき旨、県教委教育長に対して指導をいたしました。いいですか。はい、関連して沖縄県の教育調査の昨日の、違法確認訴訟ですね、竹富町に対する違法確認訴訟を行わないでほしいという旨の要望があったと聞いていますが、その訴訟については、現時点でどうお考えですか。はい、竹富町が単独採択地区となったことによりまして、来年度以降使用される教科書について違法性は生じなくなるということは出てくるわけであります。しかし今年度使用している教科書の採択についての違法性はこれは変わっているわけではないわけでありまして、今年度については違法性が継続されているとされるという状況なわけですね。で、違憲確認訴訟については、法律論として提起することは、そういう意味では可能でありますけれども、提起しても その訴訟そのものに一定の期間がかかると、でその段階で竹富町の違法が確認されても、実質的にですね、途中段階で教科書変えられるのかというその時期の問題が、すでにこの4月から使われている教科書をですね変えるという時期の問題等がありますので、あえて提起することはしないということにしたいと思います。もうされないという、今後全くされないということで。そうですね。はい、どうぞ。すいません、国立競技場の関係で質問がありますけども、建て替え設備の回収するというのは大体出されている建築家の方がおられますけれども、その段階でそういう点に検討の余地はあるのかということを考えたと思うと、基本設計の公表については時期はどのぐらい。基本設計の公表、基本設計ですね、3月中にやるような話もありましたけど、で建て替えは5月中で終わって、フィナーレを迎えて建て替えが長くかかると思うんですけども、基本設計の公表はいつぐらいに出されるという予定か。基本設計の公表はこの 1,2 ヶ月ぐらいで可能だとは思うけど、担当者がちょっといないので明確でありませんが、この 1,2 ヶ月ぐらいのうちには出せると思います。それから改修についてですね、
これはもう日程的に間に合いません。それを受けるとですね、もう一度最初から作り直しということになると2019年のラグビーワールドカップにはもう間に合わないという日程的な問題がありますので、いろんなことを十分配慮しながらですね、周辺の方々、それから異議を申し立てられている方々に対して理解が得られるような努力をしながら国立競技場の建て替えを進めてまいりたいと思います。はい、はい、毎日新聞の記事です。はい、埼玉のですね、私立の専門学校が募集要項で外国人の留学を拒否しているということで、埼玉県の方が是正要求しているのをしてないということなんですが、これについて大臣の見解というか、はい、基本的にその外国人であるということで差別があってはならないことであるというふうに思います。意欲能力があるですね、志がある人に対しては日本人外国人を問わずチャンス可能性を提供するということを基本にすべきだというふうに思いますので、その外国人をもってですね入学を拒否するということについては、率直に言って大変に遺憾だと思います。埼玉県の教育委員会が適切に指導されることを期待をしたいと思います。学事課か私学でございます。教育委員会じゃなくて学事課ですね。はい、県の方で適切に指導していただきたいと思います。すいません、はい、違法状態であることは事実ですから、法治国家としてですね、これは当然法律にのっとったルールに従ってもらうというのは当然のことであって。一部マスコミがですね、なんかメンツにこだわってるみたいなことをね、いや東京新聞じゃないですよ言ってるところがあるんですけども、メンツの問題じゃないんですね、これはね。やっぱり違法招待をそのまま放置するということは、これは法治国家としてですね、好ましかざることであります。しかし来年からですね、法律改正をして、そして最終的に竹富町が、本来はこの八重山地区は経済的自然的文化的一体性であると思いますから、他の2つの自治体が主張されているようにですね、共同採択地区として今後も位置づける必然性が客観的にでも十二分にあるのではないかというふうに思いますが、にもかかわらず竹富町としては共同採択地区から離脱をしたいと、そしてそれを最終決定する沖縄県の教育委員会が認めたということでありますから、そのことに対して新しい改正案においてはそれは違法性がないわけですね。ですから来年度以降は違法性がそもそもなくなるということが、このために別に法律改正したわけではないですけども、結果的には来年以降はこれは合法、つまり違法ではなくなるということであるわけですね。そうすると今年度中だけの問題に、期間が限定した違法状態と、いうことになるわけであります。そしてこの違法確認訴訟というのはこれ時間がすごくかかりますから、来月でもですね、例えばすぐ提起してですね、結論が出るという見通しがあればですね、これはやるだけの意味があると思いますが、この違法確認訴訟そのものが時間がかかるということで、時間をかけて結論が得られてですね、そして途中から教科書を変えさせるということが、子どもたちにとって望ましいのかどうかということをトータル的に考えて判断をしたということであります。いかがですか。いいですか。はい、どうも。はい、どうも。